サンモリッツ大橋から眺めたニセコグランヒラフエリアニセコマウンテンリゾートグランヒラフは北海道アブタグンクッチャン町にあるリゾートニセコアンヌプリの裾野に広がるニセコユナイテッドの一つスキー場と宿泊施設がありヒラフエリアを東急リゾーツステイ花園エリアを香港資本の日本ハーモニーリゾートが運営し両エリアを 三福の連絡コースや三毒のシャトルバスで行き来することができる。また、ヒラフエリアを巡回するシャトルバス、各リゾート間特ャン市街を結ぶシャトルバスもある。ニセコは、ヒラフ地区を中心に、口コミによって2000年代初めからオーストラリア人観光客が増え始め、オーストラリア資本によるマンションやコンドミニアムなどの不動産開発が進んだ。特に、 クッチャン町アザ山田は2006年から3年連続で住宅地の地下上昇率全国1位になった。2000年代後半からはアジア地域でも注目されており、中華人民共和国やマレーシア資本による開発が進んでいる。日東商船が竹を使った合成版のファイバーボードを増産する計画があり、高橋正吉クッチャン町長のトップセールスによる 有致もあって町内に工場を建設し、原料の竹を切り出すための軽便作動を作ることになった。ところが、工場建設中に日本国外からの競合製品が大量に輸入されるようになり、工場は立ち行かなくなってしまう。その頃、全日本スキー選手権大会を平福地コースで行う計画があったが、大会開催に必須のチェアリフトがなかった。そこで、 工場の作動をリフトにすることを思いつき、北海道スキー連盟とくっちゃん長が、北海道ファイバーボードに陳情し、リフト設置が実現した。コースリフトキング第 1A 戦、B 戦ペアは、1961年12月17日に、その前身となる、ニセコ高原第1リフトが完成し、1968年に2戦か、1971年に、そのうちの一機を、 ペアリフトか、1983年に、両線とも、ペアリフトとなって、現在に至る。その他、キング第 1A 線、B 線ペア乗車停留場付近とホリデー第1ペア、乗車停留場の付近に設けられた、キッズエリア内と、平府第1駐車場からキング第 1A 線、B 線ペアに至るまでの間にマジックカーペットがある。駐車場とリフト乗車停留場の間に、設けられている。 マジックカーペットについては、ゲレンデが駐車場よりも高い位置にあるため、利便性を高める目的で設置されている。廃止したリフトニセコアルペンダイ 3A1000 リフトは、当初1線のみのシングルリフトとして運行が開始され、後に並行して、ペアリフトが増設され、AB の2線体制での運用となる。その後1987年に滑車を増強し、半機をペアリフトに換装して、 しばらくの間運用されていたが、後に廃止となり、現在は、第3バイト線が、AS 第3ペアと、名称変更して運用されている。マウンテンセンター、ベースレストハウスエースヒルヒュッテキングベル1000メートルヒュッテホテル、ニセコアルペン料、ニセコ駐車区出店ニセコ東急リゾートに関する、カテゴリー、ホテルニセコアルペンに関するカテゴリー、ありがとうございます。